3. お得意様リピーターの考え方キーマンは誰か安定した商売に必要なリピーターイコールお得意様私が会社員時代に取り扱っていた化粧品は消耗品ですので一度使用されて気に入れば繰り返しリピート注文がいただける商品ですしかし人力車によるサービスの場合は事情が異なります 観光人力車は基本的に一元の観光客がターゲットですのでまずリピートは期待できませんまた結婚式も一般的には一生に一度のことですから二度目はありませんでは自分たちにとっての商売の安定につながるリピーターは誰なのでしょうか実はこれが結婚式関連施設ホテル、結婚式場、レストランやプロデュース会社のプランナーさん そして顔なじみの美容師の先生や MC の方ということにずいぶん後になって気づきました個人のお客様から直接結婚式絡みの依頼を受けることもたまにはありますが仲介者が発注されるケースが大半ですですのでこの仲介をしてくださるプランナーさんをはじめとした方々が自分たちにとってのリピーターお得意様になるわけです 化粧品のように形あるものではありませんので、頻繁にお得意様のもとを訪問することはありませんが、たまには特に用のない時にでも顔つなぎをしておくことは必要です。ついでの際、ふらっと立ち寄り、立ち話でもしていると思わぬ情報や仕事のネタに出くわすこともあります。また、忘れられない工夫として10年ほど前から 毎月一回のペースでニュースレターを発行しています内容に売り込みは一切なく最新のブライダル情報や地元博多の歴史に関すること飲食ネタとお役に立てることを心がけていますまれに読まれた方から感想をいただけるのは嬉しいものです